ヒポクラテス、ヒポクラテス、ヒポクラテース、古代ギリシア語、紀元前460年頃引く、紀元前370年頃は古代ギリシアの医者。英華界に面したヨニア地方南端のコス島に生まれ、医学を学び、ギリシア各地を遍歴したと言い伝えられるが、その生涯について、詳しいことは分かっていない。ヒポクラテスの名を冠した、ヒポクラテス全集が、 今日まで伝わるが、その編纂は、ヒポクラテスの死後100年以上経ってからとされ、内容も、ヒポクラテス派、コスパのほか、ライバル関係であった、クニドス派の著作や、ヒポクラテスの囲碁の著作も多く含まれると見られている。ヒポクラテス、あるいはヒポクラテス派の最も重要な功績の一つに、医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、 臨床と観察を重んじる経験科学へと、発展させたことが挙げられる。さらに、医師の倫理性と客観性について、誓いと題した文章が、前週に収められ、現在でも、ヒポクラテスの誓いとして受け継がれている。人生は短く、術の道は、長いという有名な言葉も、ヒポクラテスのものとされており、これは、アルスローンが、ビータ・ブレビス・アルスローンが、 ウィータブレビスというラテン語訳で現代でも広く知られいる。病気は四種類の体液の混合に変調が生じた、時に起こるという四体液説を唱えた。また、人間の置かれた環境、自然環境、政治的環境が健康に及ぼす影響についても、先駆的な著作を残している。これら、ヒポクラテスの功績は古代ローマの医学者ガレノスを経て、後の西洋医学に、 大きな影響を与えたことから、ヒポクラテスは、医学の父、異性、疫学の祖などと呼ばれる。ヒポクラテスが、紀元前460年頃に、ギリシャのコストで生まれた、実在の人物であること、また生前から医者としても、医学の指導者としても著名な人物であったことは、多くの歴史家が認めるところで、あが、その他に伝えられる伝記の類は、資料の裏付けのないものが、 多く、おそらく史実ではない。詳細は、逸話の不死を参照のこと。ヒポクラテスについての記述は、紀元前4世紀のプラトニアアリストテレスの著作、10世紀のスーダテニや12世紀のの著作にも見られるが、初めてヒポクラテスの伝記を表したのは2世紀イギリスの医者であり、この空の巣のヒポクラテス伝は今日でも、 ヒポクラテスを知る上で最も重要な情報源である。ソラノスの伝記によると、ヒポクラテスの父親は医者のヘラクレーです。母親はティザンの娘プラクシテラであるという。ヒポクラテスにはテッサロスとドラコンというの二人の息子がおり、娘婿のポリボスと共にヒポクラテスの医学の弟子であった。古代ローマの医学者がアレノスによると、ポリボスがヒポクラテスの真の後継者である。 なお、テッサロスとドラコンにはそれぞれヒポクラテスという名前の息子がいたという。ソラノスはまた、ヒポクラテスは父親と祖父から医術を学び、他の学問をデモクリトスとゴルギアスから学んだと記している。コス島のアスクレピオス神殿、診療所でもあったで医術の訓練を、セトラキアの医者、セリンブリアのヘロディコスからも教えを受けていた可能性がある。なお、 同時大臣でヒポクラテスについて触れた著作を残したのはプラトンだけであり、対話編、プロタゴラス311バイトとパイドロス 270CE の2箇所にヒポクラテスに関する記述がある。プロタゴラスの記述はアスクレピオス派の医者、骨頭のヒポクラテスとごく簡潔であるが、ヒポクラテスがプラトンと同じ時代に実在した人物であったことが伺える。 少年が紀元前460年とされることからヒポクラテスは戦士を表した歴史家ゥキリデスと同い年、また哲学者ソクラテスよりおよそ10歳年少で喜劇作家アリストパネスよりも15歳ほど年であった。この時代はギリシアの古典期にあたりペルシア戦争に勝利したアテナイはペリクレス紀元前444年から 紀元前430年までアテナイの将軍職の元最盛期を迎え、哲学、建築、彫刻、文学など数多くの分野で今日まで影響を及ぼす文化が生まれた。この時代をペリクレス時代とも言う。なおアテナイはペリクレスの死後ペロポネソス戦争を経てスパルタ覇権を奪われやがて衰退した。ヒポクラテスは生涯医学を教え、自ら実践し、 また、ヘンレキーとして少なくとも、テッサリアや、トラキア、さらに地中海と国海の間にある、内海マ々海のあたりまで旅をし、テッサリア地方の中心とシラリサで死去したと言われている。没年について、ソラノスの伝記では90歳で死去したとあるが、著者不明のヒポクラテス電気、ブリュッセル社本及びゼテスの木では104歳とあり、その他にも83歳等の説もあることから、 正確な没年齢は不明である。ヒポクラテスは病気とは自然に発生するものであって超自然的な力、迷信、呪術や神々の仕業ではないと考えた最初の人物とされている。哲学、イオニア自然学に対しても古い医術についてという論文では、エンペドクレスのような空気、水、火、銅四大元素とする哲学的傾向や、 クロトンのアルクマイオンのように、熱、霊、感、質をそれぞれ対抗する力捉え、病気の原因や治療をそこから解こうとする傾向を医学から排除しようとしている。医学を宗教から切り離し、病気は神々の与えた罰などではなく、環境、食事や生活習慣によるものであると信じ、主張した。確かに、ヒポクラテス全集には、一部、養生法 4? 七十九、九十各説を除いて、迷信的要素はないが、一方で、ヒポクラテス自身解剖学的、政治学的に誤りである四体疫説を信じ、これに基づいた医療行為を行っていた。古代ギリシアの医学は、クニドス派とコス派、ヒポクラテス派の二つの学派に分かれていた。クニドス派は診断、ダイアグノシスを重視した。これはつまり、 病気を詳しく分類し、体のどこがどんな病気にかかったを特定して治療する方法であるが、当時ギリシアでは人の体を解剖することがタブーとして禁じられており、医師は解剖学、生理学の知識をほとんど持っていなかったことから、結果として国ドスハは診断を誤ることも多かったという。一方、コスハは、ヨゴ、 プログノシスを診断以上に重んじ、効果的な治療を施し大きな成果を上げた。コスハは、季節、大気といった環境の乱れや、食事の乱れが、体液の悪い混和をもたらし病気を引き起こすと考えたので、幹部は常に、体全体であり、病気は一つであった。19世紀以降の現代西洋医学は、ヒポクラテス節からは距離を置いたものとなっている。今日、 西洋医学の医師は診断で病名を特定し、それに対する専門の治療を行うことを重視しており、この2点は結局国ドス派の手法である。19から20世紀になると、西洋医学では考え方がヒポクラテスの時代とは異なったものに変化し、良いことをするか、できなければ少なくとも悪いことをするなというヒポクラテス派の考え方を、 消極的な診療王として批判する医師が増えた。フランスの医師ウダールは、ヒポクラティス派がやったことは、瓶、尿、汗などを調べ、その中に、消化の兆候を探り、分離を告げ、死を宣告する、それだけではないかとした。体液病理説とは、人間の体を構成する体液の調和が崩れる、ことで病気になるとする説で、18世紀に病理解剖学が生まれるまでは、 臨床医学の主流の考え方であり、その後も、病態性理学の土台となった考えであった。ヒポクラテス医学においては、人間の自然性においてで示されるように、人間は、血液、粘液、抗炭汁、黒炭汁の四体液を持ち、それらが調和していると健康であるが、どれかが過大、過小また有利し孤立した場合、その身体部位が病気を病むとした。このほか、 ヒポクラテス医学における重要な概念の一つが、分離、クライシスである。分離とは、病気の進行における段階の一つであり、この段階においては、患者が病に屈して、死を迎えるか、あるいは反対に、自然治癒によって患者が回復するかのいずれかが起こる。また、病気が、分離を経て、一旦回復した後に再発した場合は、もう一度分離を迎えることとなる。分離はして、 一定期間後に見られる、木と首に起こる傾向があることがわかるが、分離が木と首から大きくずれて見られた場合は病気の悪化が懸念される。ガレノスはこれをヒポクラテスの考えであるとしたが、実際にはヒポクラテス以前から存在した可能性が指摘されている。ヒポクラテスの施す医術は人間に備わる自然治癒力、つまり四体液のバランスを取り治癒する自然。 ピュシスピュシス。自然の意の力を引き出すことに焦点を当てたものであり、そのためには、休息、安静が最も重要であると述べた。さらに、患者の環境を整えて清潔な状態を保ち、適切な食事を取らせることを重視した。例えば、早朝の治療には、きれいな水とワインだけを用いた。その他鎮痛効果のある交油も時に塗布役として、用いられた。 一般病理学に基づき、一般治療を施すとの考え方から、時には効き目の強い薬を使うこともあったというが、基本的には患者に薬を投与したり、特定の治療法を取ることはしないようにしていた。こうした受動的、消極的な治療法は、比較的単純な疾患、例えば骨折の中でも骨格組織を牽因して、損傷部位の圧迫を軽減する必要のある場合などは、 大変効果的であった。ヒッポクラテスのベンチや他の器具はこのような目的のため発明され使用された。ヒッポクラテス医学の強みの一つに予後を重視したことが挙げられる。ヒッポクラテスの時代には薬物による治療は未発達であり、医師のできることといえば病気の程度を診断し他の症例を参考にして病気の進行を予測することぐらいであった。 ヒポクラテス学派は厳格な職業意識、規律、厳しい訓練で有名であった。医師についてという文書では、医者というのは身なりを整え、正直で、冷静で、理解に富み、真面目であることを推奨している。ヒポクラテス派の医者は訓練中でもあらゆる事柄に十分注意を払う。手術室の、照明、人員、器具、患者の位置、 包体の巻き方などにも事細かな仕様があった指の爪をきれいに切り揃えることも求められたのである。ヒポクラテス学派は患者の観察と記録の作成を臨床の原則として重視した。これは医師を飲むのが臨床にあたって発見した症状と治療法を客観的な方法で明確に記録することで他の医師がその記録を参照しその治療方法を採用する。 ことなどができるようになるからである。ヒポクラテスは、顔色、脈拍、熱、痛み、動作、排泄など多くの症状に注意を払い、規則正しい記録をつけた。また病歴を聞くとき、患者が嘘をついていないかどうかを知るために、患者の脈を測ったことがあると言われており、こうした観察の対象は、患者の家族の病歴や家屋の環境にまで広げていた。 ヒポクラテスにとっての医術は臨床検査と観察の技術に追うところが大きかったという見方もあり、ヒポクラテスは臨床医学の父と呼ばれるのがよりふさわしいかもしれない。ヒポクラテスとヒポクラテス派の医師たちは多くの病気とその症状について医学始発となる記述を残した。中でも慢性化能性肺疾患、肺がんやチアノーゼ精神疾患、 先天精神疾患のうちチアノゼ性のものを診断する上で重要な兆候となる指がバチ状となる症状を最初に記述したとされ、このことからバチ指のことをヒポクラテス指、またはヒポクラテス爪とも言う。また、予語論において初めてヒポクラテス顔形、思想のことについて記述したことも知られているが、この表現はシェイクスピアの刺激、ヘンリー五世位。 大二幕第三番のフォルスタッフのの場面で使われたことでも有名である。ヒポクラテスは病気を急性、慢性、風土病、伝染病の4つに分類し、悪化、再発、硝酸、分離、発作、峠、回復といった用語を用いた。その他の主な業績としては、教皇内に脳が溜まった状態である脳教の症状の例や身体所見、 外科治療法と予報についての記述が挙げられ、ヒポクラテスの教えは現代呼吸器学や外科を学ぶものにっても強的な意味を持っている。ヒポクラテスは文書に記録の残る中では最初の胸部外科医であり、ヒポクラテスによる発見の数々は現在でも有効である。ヒポクラテス学派はその理論の質は高くないものの直徴の疾患と、 治療法についても詳しい記述を残している。例えば、字は単純の粘液が多いために起こるものと考えられたが、ヒッポクラテス派の意思の施した治療法は、比較的先進的なものであった。ヒッポクラテス全集には、望ましい治療法として、自覚を、血殺、毛、砂、糸などで結ぶことし、熱した鉄で幹部を焼灼すると記述した文書があり、 消灼器と切除についても記載がある。また、様々な難航をつけるといった方法も提案されている。今日でも、字の治療においては、幹部を消灼し、結殺し、切除する過程が見られる。さらに、ヒポクラティス全集には反射鏡を直腸内の観察に利用することについて述べた一説がある。現代の内視鏡も反射鏡の原理を発展させたものであり、この記述は、 内視鏡に言及した最後の記録とも言える。ヒポクラテス全集、ヒポクラテス、終点とも、は、紀元前3世紀頃編纂された、古代ギリシア語のイオニア方言で書かれた70余りの医学文書の終点である。編纂に至るまでヒポクラテスの没後100年以上経っており、どの文書も無記名であることから、ヒポクラテス自身が、どの程度の文書に関わったかという問題には、 答えが出ていない。ヒポクラテス学派、コスパの医師たちの著作が多く含まれるが、国とス派やその他の学派と見られる著作も含まれている。全集全体での著者の数を最大19人とする説もある。コス島の学校文庫に所蔵されていたものの写本がアレクサンドリア図書館にわたり編纂されたものか、交換に流布していた無記名の医学文書がアレクサンドリア図書館に収められたものかは、 不明あるが、紀元前3世紀末までには、ヒポクラテスの学説として認められた、医学著作の一軍が成立し、今日に伝わる形での全集となっていった。ヒポクラテス全集には、臨床記録、医学の教科書、講義録、研究ノート、哲学的エッセイといった、様々な種類の文書が、純不動の形で収められ、医学の専門家から門外館まで、幅広い読み手を想定し、 書かれている。著名な文書としては、ヒポクラテスの誓い、ヨゴロン、急性病の予情報、震源、空気、水、場所について、流行病、新性病について、古い医術についてなどが挙げられる。ただし、ヒポクラテス先週、ローブ版の編集者 W. ジョーンズによれば、ヨゴロン、急性病の予情報、及び、流行病の1と3のみが、同じ人によって、 ギリシアの偉大な時期が過ぎ去る以前に書かれた、迷信及び、哲学の残差がない科学的な論文、とされる。ヒポクラテスの誓いは、ヒポクラテス全集のうちでも、最も有名な文書であり、今日まで医療倫理に、大きな影響を与えてきた。ヒポクラテスの死後書かれた可能性があることから、近年この文書の著者が誰であるかについて、調査研究の対象となっている。 今日の医療倫理に誓いをそのままの形で採用することは稀であるが、その精神は現代の医療モラルに関する規定や規律基礎に受け継がれている。医学部を卒業するときにこの誓い、あるいは学校独自の誓いを立てることも多く、ヒポクラティスの誓いは今日でも型を変えて医師たちの間に生き続けている。ヒポクラティスは広く医学の父と認められている。 医術を、迷信から切り離し、経験科学としての医学を発展させ、職業としての意師を確立させるなど、医学の発展に大きな貢献があったからであるが、ヒポクラテスの死後、その発展は停滞してしまう。ヒポクラテスは広大広く崇拝され、その偉大さゆえにその医学を大きく発展させることは、長期に立って見られず、ヒポクラテスの死後数世紀の医学は、 それまで進歩したのと同じくらい後退した。例えば、は、ヒッポクラテス時代の後、臨床例を記録する行為などは、捨てれてしまった。と述べている。ヒッポクラテスの後、医学史上次に現れた重要な意師は古代ローマのガレノス、紀元前129年から200年である。ガレノスは、ヒッポクラテスの業績を永続的なものとし、 その医学を一部前進させ一部後退させた。中世、ヒポクラテス医学を受け継いだのはアラブ社会であった。ルネサンス期を経て、ヒポクラテスの手法はヨーロッパで再評価され、19世紀にはさらに拡大した。ヒポクラテスの臨床医学を継承した著名な医師は、1624年から1689年、英国、1710年から1801年、英国、 ジャンマルタン・シャルコー、1825年から1893年、フランス、ウィリアム・オスラー、1849年から1919 19年、カナダらである。フランスの医師は、こうした、再評価が、内科医学の歴史のすべてを作り上げたと述べている。アリストテレスによると、ヒポクラテスは、生前から、大ヒポクラテスとして知られていた。その気質に関して、 ヒポクラテスははじめ、寛容ながら、威厳のある、年老いた田舎の医者として描かれ、後には、幻覚で近づきがたいイメージで描かれた。偉大なる知性と、特に非常に実践的な能力を持った賢者の、イメージである。スコットランドの医師でギリシア語翻訳家の、フランシス・アダムスは、ポクラテスを、経験と良識のある医者であると表現した。 年老いた賢者としてのヒポクラテスのイメージは、あごひげとしわの寄った風貌の共像によっても強まった。当時多くの医師が、ユピテル像やアスクレピオス像のような髪型にしたと言われているが、今日我々の見るヒポクラテス像はそうした神々のスタイルを踏襲しない、稀な例と考えられる。ヒポクラテスとその信念は、医学の理想とされた。医学士の権威フィールディング・ギャリソンは、 ヒポクラテスは心のバランス、柔軟さ、そして批判精神のあり方の手本であり、とりわけいつも過ちの原因となるものを監視し続けた。それはまさに科学的精神の真髄である。彼の姿はいつも一種の理想像として立ちそびえている。ヒポクラテスの生涯にまつわる様々な逸話は、その多くが史実と一致せず、さらには異分しいなぁ。 ラテン名の英語を読み、アビセンナやソクラテスにまつわる話に類似した逸話もあり、おそらく伝説を起源とする作り話の類いと考えられる。だがヒッポクラテスが存命中から、おそらくその巧妙さゆえに、病を奇跡の力で治療したといった逸話が生まれていた。例えば、ヒッポクラテスはアテネの薬病に際し、町の消毒のために大きなかがり火を焚いて、アテナイ人を救った。 または、マケドニア王ペルディッカス二世の恋の病を治したとも、言い伝えられている。だがどちらの話も、資料の裏付けがないため、実際にあった話ではないと考えられている。その他にも、ヒポクラテスが、ペルシア王アルタクセルクセスの宮廷に招聘された際、ペルシア王の私服に預かることも、ギリシャ人の敵であるにもかかわらず、遺敵を病気から守ることも、私には許されない。 と言って断ったという逸話もある。古代の資料によるとこれは事実のようであるが、現代の研究者には、史実性に疑いを持つ意見もある。また、原子論で知られるアデブラのデモクリトスはいつでも誰に対しても笑っていたり、動物の死骸が家の周りに散乱するなどしていたので、 市民から少し頭がおかしくなったのではないかと思えれてしまっていたが市民に壊れデモクリトスを見たヒポクラテスはデモクリトスの聡明さとその行動が彼の哲学によるものであることを知り幸福な人であると診断したこのことがあってからデモクリトスは笑う哲学者と呼ばれるようになったというディオゲネス・ラエルティオスはヒポクラテスとデモクリトスは友人であったと述べている ヒポクラテスの逸話は、その業績を称えるものばかりではない。ヒポクラテスが、とあるギリシアの神殿に放火して逃げ去ったという話も、伝わる。これは、エフェソスのソラノスの記述を転居とする話で、ソラノスは、神殿はクニドス派の神殿であったとしているが、12世紀ビザンティンのか、ヨハネス・セツェスの著作では、ヒポクラテスは、医学知識を独り占めするために、 コストの神殿に放火したとされている。一説には、ヒポクラテスが医術を神々の行いから切り離したことに反発した主旧派がカ事をヒポクラテスの放火によるものであると決めつけ、疑いをかけられたヒポクラテスは、コストを後にし、ヘンレキーとして世界各地を巡る旅に出たのだという。病気の症状の中には、ヒポクラテスがその症状を最初に記した人物と、 信じられていることから、今日でも、ヒッポクラテスの名を冠して呼ばれるものもある。ヒッポクラテス顔形とは、死、あるいは、長期の病気、過度の排出、嘔吐、下痢、排尿など、過度の飢餓によって生じた顔形の変化のことであり、ヒッポクラテス思想とも言う。指、爪の変形した状態であるバチ指も、ヒッポクラテスが六膜及び、肺の炎症からバチ指となることを指摘していることから、 ヒポクラテス指と呼ばれる。ヒポクラテス浸透音とは、水け胸、脳気胸の位置を確認すると聞き聞こえる音である。肩関節脱臼や顎関節脱臼の征服法には、ヒポクラテス法と呼ばれる方法もある。ヒポクラテス前集、ヒポクラテスの誓いも、ヒポクラテスの名を冠したものに含まれるであろう。現代では、月のクレーターに、ヒポクラテスと名付けられたクレーターがあり、 ギリシャのコストにはヒポクラテス博物館がある。ハリー・ポッターシリーズにはアーサー・ウィーズリー氏の主治としてヒポクラテス・スメスウィックという人物も登場する。ニューヨーク大学メディカルセンターにはヒポクラテスプロジェクトと呼ばれるテクノロジーを活用して教育の充実を図るプログラムがあり、似たような名前ではあるがカーネギー・メロン大学コンピューターサイエンススクールと シャディサイドメディカルセンターによるコンピューター補助による次世代手術ロボットの設計、開発目的としたプロジェクトがハイパーフォーマンスコンピューティングフォーロボットアシステッドサージェリー手術を補助するロボットのための高性能コンピュータの当時後からプロジェクトヒポクラテスと名付けられている。また、カナダとアメリカにはヒポクラテスの誓いを時代を超えた不変不可侵の原則として 原本のままの形で規範とする医師らによる団体、カナダヒポクラティックジストリとアメリカヒポクラティックレジストリがある。ヒポクラティスの父方の系譜を遡るとアスクレピス、神にたどり着く。また母方の祖先は、ヘラクレスであるという。ヨハネス・セツエスの著作、首書、戦艦ともによると、ヒポクラティスの家系図は、以下の通りとなる。 1, 1.、ヒッパクリティス E、医学の父ヒポクラテス BR2、ヘレクライデス BR4、ヒッパクリティス IBR8、ノーシデカス BR16、ネブルーズ BR32、ソストラタス E、BR64、テオドルス E、BR128、ソストラタス。 e, br256, ズドーレス br512, クレオマイトテズ br1024, クライサミス br2048, ダーデネス br4096, サシュタットス br8192, ヒパラカス br16384, ポデリーリアス br32768, アスクロープイアスアスクレーピオス ヒポクラテスの名のもとに修正されたヒポクラテス全集にはヒポクラテス以外の論文も含まれている。日本語文献、外国語文献、注釈。参照、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。